ファーノース・クイーンズランドファーノース・クイーンズランドは、クイーンズランド州の最も北の地域である。この地域は、ケアンズを中心に、北部の熱帯雨林地域やトレス海峡諸島などを含む。政府機関によって、しばしば異なった定義を持つ。クイーンズランド政府計画部は10の地方統治区域、及び2カ所のアボリジに居住地域を定義している。オーストラリア統計局では、 ヨーク岬半島とトレスカイ諸島の大部分を含み、ヒンチンブルック島とカードウェルの南部までを、ファーノースクイーンズランド地域と定義しているが、しかし、タウンズビルはこの地域に含まれない。また、これより大きい定義が、他の州政府によって使用されており、クック、クロイドン、エスリッジ、およびアボリジに居住区である、アラクーン、ロックハートリバーを呼び、 トレス諸島の地方自治体が含まれ、この場合、総面積は272,655.2平方キロメートルである。この地域の人口集中地域及び、行政の中心は、ケアンズである。クックタウンや、アサートン高原、ウェイパ、トレス海峡諸島にも、また人口が集中している。この地域には、多くのアボリジニのコミュニティがある。 オーストラリア統計局では、この地域の人口は23万1494人であり、そのうち11万7531人がケアンズで生活していると推定している。この地域は、クイーンズランド州のアボリジニ人口の25.6%が生活しており、かつこの地域の人口の11.8%を占める。この地域における主要な産業は、 観光業や畜産業、砂糖キビやトロピカルフルーツなどの農業、及び砂や防気サイトなどの採掘が盛んである。世界遺産であるグレートバリアリーフやクイーンズランドの湿潤熱帯地域を抱えており、広大な産後礁と熱帯雨林の大自然が残る。ケアンズの沖合にはグリーン島があり、その周辺にはグレートバリアリーフが広がっている。一方、 ケアンズの南西側はアサートン高原という丘陵地帯となっており、キュランダやマリーバ、アサートンなどの町がある。高原には熱帯雨林や湿原、アリ塚が点在する乾燥地帯など多様な環境が織りなしている。ケアンズ西方のキュランダには熱帯雨林の他にコアラガーデンやマーケットなどがあり、ケアンズからは車の他に QR トラベルトレインによる 観光列車、キュランダ高原列車や広大な熱帯雨林を眼下に望むことができる、ロープウェイスカイレールに乗っていくことができる。またケアンズよりキュランダを経由して、約6 3トルの地点にある草原に覆われた町、マリーバは、熱帯雨林に覆われたキュランダと近距離にありながら、1年のうちおよそ300日が、 サンシャインリと言われるほど晴天率が高いことで有名でその気候などを生かして熱気球ツアーや7月にはロデオ大会も行われているこの他にもスカイレールのスミスフィールド駅に隣接する先住民族の文化を伝えるテーマパークジャプカイアボリジニカルチャーパーク動物園としてケアンズ市街より北へ約 25km 地点にあるケアンズトロピカルズ ナイトズーや、同じく北へ約 40km 地点にある、ハートリース・クロコダイル・アドベンチャーズ、さらに同市街より南へ、約 100km 地点に位置し、スペイン風の城をイメージした建物と庭園が広がる、パロネラ・パークなど様々な観光スポットが存在する。これらの観光地域は、ケアンズから移動が容易であることから、多くのツアーが組まれている。ありがとうございます。